局所銀河群の NGC147、Y 小楕円体銀河は銀河系やアンドロメダ銀河の共銀河となっている高度の小さい銀河である。外見や特徴は Y 小楕円銀河と似ているが、生還物質はほとんどなく星形成も起こっていない。また、形はほぼ回転楕円体で通常は高度が低く局所銀河群の共銀河としてのみ知られている。2005年までには、 9個の古典的な Y 小楕円体銀河が見つかっていただけだったが、スローンデジタルスカイサーベイにより、新たに11個の Y 小楕円体銀河が発見された。研究に多くのサンプルを提供することになり、これらの銀河への理解が飛躍的に進んだ。近年、Y 小楕円体銀河のほとんどは、Y 小楕円銀河よりも不規則銀河や板記型、渦巻き銀河に近いという証拠が増えつつある。 これらの種類の銀河は、実は、宇宙で、最も一般的に存在する銀河であるが、とても暗いため、他の種類の銀河と比べて観測することが、極めて難しい。Y 小代体銀河が、極めて暗いことや、また含まれる構成の性質から、Y 小代体銀河と、球状星団は、明確に区別されず、型が違うだけではないかという天文学者もいる。 しかし別の研究では、恒星の運動から推定される、矮小楕円体銀河の質量は、それに含まれる恒星の質量の合計より何倍も大きいことを発見した。現在、多くから指示されている標準宇宙模型では、これはダークマターの明らかな証拠だと見られており、ダークマターの存在はしばしば矮小楕円体銀河と、球状星団の明確な違いとされる。 これらの天体には非常に大量のダークマターが含まれるため、最も大量のダークマターを占める銀河と言われる。Y 小田円体銀河中に暗黒物質が存在することを示す。さらなる証拠として、ロザワイ小田円体銀河のケースが挙げられる。ロザワイ小田円体銀河は天の川銀河の重力の影響が小さいため、暗黒物質の質量を推定するために、 動的平行状態にあると仮定することができる。一方、ロザワイショーダエンタイギンガとは異なり、オ熊グマ方向にあるワイショーダエンタイギンガであるオ熊グマワイショーダエンタイギンガ2は、天の川から強い潮汐変動を受けているという証拠がある。ありがとうございます。